あれは、誰だ、誰だ、誰だ。あれは、霊夢、霊夢マーン、霊夢マーン。ウーマンだが、細かいことは気にするんじゃないぜ。というか、それでビルマンよね。お、わかるか？曲くらいはわかるわ。3年くらい前にニコニコでネタにされてたし。よし、今すぐデビルマントークをしよう。え、今日そういう企画なの？デビルマンの魅力を語っていくぜ。カンペ曰く、漫画版を中心にアニメについても軽く触れるみたいよ。まず、漫画版デビルマンについて紹介するぜ。永井豪先生の原作漫画よね。メディアミックスだから、原作という立ち位置では実はないんだがな。あ、だから漫画版って言ってるのね。漫画デビルマンは、週刊少年マガジンにて1972年25号から1973年27号まで連載された永井豪原作の漫画だぜ。永井豪先生というと、ゲッターとかマジンガーとかだっけ？おいおい霊夢、ゲッターはロボのデザインに悩んでいた石川健先生に、リアルに考えすぎるなとアドバイスしたりしたくらいだぜ。え、それくらいの関わりなの？企画には関わっているが、実はストーリーとか作画とかにはあまり関わってないんだぜ。ただ、ダイナミックプロとして企画を立ち上げてるしロボのデザインには関与してるから、永井豪の名前も載ってるんだ。びっくりするほど詳しくて笑う。永井豪先生の漫画で代表的なものを挙げると、デビルマンはもちろんキューティーハニー、ハレンチ学園、マジンガー Z などだな。聞いたことある作品ばっかりだわ。では、ここから漫画版のあらすじを紹介しよう。どんな話なんだっけな。父の親友である牧村家に居候中の少年、不動明は、ある日親友の飛鳥亮の家に招かれる。親友がいるのね。そこで飛鳥亮から悪魔が地球を乗っ取るために人類を滅ぼそうとしている、という話を聞かされる。随分と突拍子もないことを聞かされるんだな。飛鳥亮は明に、人類を守るため悪魔を憑依させて戦おうと提案された。そんなの素直にうんというわけ。明は争い事を嫌う優しい少年だが、正義感が人一倍強かった。飛鳥亮の提案を受け入れたぜ。飲み込みが早い。ただ、悪魔を憑依させるのは簡単ではない。悪魔に理性を乗っ取られる恐れがあった。やばいじゃん。覚悟を決めた明を、突如悪魔が襲う。怖え。その恐怖からパニックになった明は、アモンという悪魔に憑依されたぜ。パニック状態だし、理性乗っ取られそうだけど、それが理性を保って、デビルマンとなったんだ。そうしてデイモンたちと戦っていくのね。そう。だが後に一人では戦えないと悟ったアキラは、世界中のデビルマンを集めて組織することになる。飛鳥亮もデイモンの資料を再確認するため自宅に戻るが、ある真実を知ってしまい、という感じだ。続きが気になる。次は、アニメ版のデビルマンについて紹介しよう。アニメと漫画、結構違いがあるのかな。アニメは1972年7月8日から、1973年3月31日にかけて放送されたぜ。あら、漫画とほぼ同時進行ね。これがメディアミックスか。そういうことだ。話数は、全39話。そこそこ長いけど、追えないほど長くはなくてちょうどいいわね。なお、今回は詳しく紹介しないが漫画に近い形で作られた OVA や、ネットフリックス版などもあるぜ。アニメを見るならどれがおすすめ？テレビアニメ版と、ネットフリックス版だな。じゃあ、アニメのあらすじを語ろう。悪魔たちは、人類を滅ぼしたいと考えていた。ここは漫画と似た感じね。そこでアモンという悪魔が、死んだ不動明という人間の体を乗っ取るんだ。あれ、漫画と逆じゃない？漫画は不動明がアモンを取り込む感じだが、アニメはアモンが不動明を取り込む感じだな。明かなり不遇じゃん。悪魔の心が人間の体に入って生活しながら戦うという設定なんだ。それでよく、ヒーローものやれたわね。アモンは悪魔でありながらも人類を守ろうと、戦いに赴くことになる。同じタイトルの作品でも、出だしが麻薬なんて面白いわ。アニメは基本的に1話完結で、魔王ゼノンが送り込むデイモンをデビルマンが必殺技や能力を駆使して退治するというストーリーだ。シンプルなヒーローものね。ただ、主人公が悪魔だからかところどころブラックユーモアもあり、完全な完全凶悪じゃないのもポイントだぜ。そこが、アニメ版も人気があるポイントなのかな。漫画版とアニメ版それぞれのあらすじを紹介したが、霊夢、どう感じた？かなり方向性が違うのかな、と思ったわ。まあ、主人公の設定からして逆だもんな。人間の心を持った悪魔と、悪魔の心を持った人間。私が思う漫画版とアニメ版との最も明確な違いは、やっぱり方向性だ。だよねー。漫画版は、ものすごくダークなんだよ。え、そうなの？
霊夢はスタートから方向性が違うと言ったと思うんだが、それどころじゃない違いがあるんだ。つまり、ヒーローものとはかなり違うってことよね。漫画でも最初はデビルマンは結構ヒロイックなんだが、敵の設定がエグかったり人間の愚かしさが書かれたりと全体的に暗いしトラウマ要素が多い。そんなになのか。アニメ版はところどころダークだけど全体的には爽やかで、楽しく見ていられる。トラウマ要素は特になく、子供でも安心して見られる。漫画版は子供にはしんどい？中学生以上なら大丈夫だが、小学生にはしんどいな。というところで、漫画版がいかにアニメと違う方向性を持っているのかを、漫画デビルマンの魅力に触れながら見ていこう。なんだかドキドキしてきたわ。一つ目に語りたい魅力は、あまりにもエグすぎる敵の設定だ。そんなにエグいの？まず敵の設定のエグさを語る上で外せないやつを、一人紹介しよう。人面だ。人面？亀みたいな見た目をしたデーモンで、デビルマンが精神的にとてもしんどかった敵だ。苦戦したのね。基本的にデーモン一族は残虐性が高いやつが多いんだが、その中でも飛び抜けて狡猾だし、路悪的で危機感の強い敵だった。人面の甲羅には、人間の顔が浮かび上がるんだ。だから人面か。浮かび上がる人間の顔は、今までこいつが食った人間の顔。えぐい。デビルマンが攻撃しようとすると甲羅を向けて、苦しい、助けて、と嘆く人間たちの顔を直視させるんだ。これは人間の心を持ったデビルマンとしては、辛すぎる敵ね。デビルマンが甲羅を殴った時には、お前は人間を殺したんだという。一方、なんせ俺は食っただけだからな。人間の感覚じゃ生き物を食うのは悪いことじゃない。そうだろう？と自己は正当化する。うわぁマジでえぐい。デビルマンも攻めあぐねるが、アキラの知り合いの幼い女の子が、お兄ちゃんこいつを殺して、私はもう死んでる、私はもう死人よ、と訴えかけるんだ。そうか、確かに食われた時点で死んでるのよね。アキラは悩みながらも、覚悟を決めて全力で甲羅を攻撃する。人面はどういう反応をしたの？やめろ、やめてくれ、甲羅を剥がすと全員死ぬんだぞ、それでもいいのか？と。女の子は自分たちはもう死んでるからアキラは悪くないと訴えるのに対し、こいつはお前が殺したんだぞと言いたいわけか。それに対し、アキラは、だが、貴様も死ぬんだろと返して攻撃する。MVP は、完全にさっちゃんね。ああ、幼いながらに自分の死を受け入れ、悩むアキラに声をかける強さがすごいよな。だけどこれは、小さい頃に読んだら絶対トラウマだわ。他にも、エグい設定を持った敵は多いし、悲しい設定を持つ敵もいる。本当、ダークね。デビルマンの敵で特に人気があるのは、シレイヌだろうな。シレイヌ？幼鳥シレイヌと呼ばれる、女性型のデーモンだ。悪魔でありながらも天使のように美しい。おっぱいむき出しじゃん。漫画の前半でアキラに対する刺客として襲撃してくるんだ。前半の敵なのね。部下たちに牧村家を襲撃させて、アキラが二人を倒して疲弊しているところに不意打ちを食らわせ、アキラを捕らえる。かなり賢い戦法使うじゃん。電流の流れる鍵爪で変身不能にさせて、そのまま魔王ゼノンの元に突き出そうとするんだが、アスカリョウに妨害されて失敗し、アキラは変身をする。かなり絶体絶命だったわね。見どころが、デビルマンとの空中戦だな。苦戦を強いられて地上に降り、右腕を飛ばしてブーメランにする技でデビルマンの左腕を切断して、溝落ちに深手を負わせるなどかなり強い。めちゃくちゃ強いわね。ただ、逆に自分の爪を利用されて誤爆し、腹部に致命傷を負わされた挙句、肩翼をもがれてシレイヌは瀕死になるんだ。デビルマンも相当強い。魔王ゼノンに助けを請うシレイヌの元に、窮地の中であるカイムが現れる。二人は仲間なのね。カイムを犠牲にすることにためらうシレイヌの姿が、妙に印象的なんだよな。で、カイムは命を捨てる覚悟を決めて尻尾で自分の首をねじ切る。その意を組んで、シレイヌは彼と合体しデビルマンと対決。なんだか切ないけど燃える展開ね。デビルマンが負けそうになるんだが、とどめを刺す寸前で彼らは死んでしまうんだ。長くは持たないのか。その最後の勝利を確信した笑顔を見て、アキラが心の中で美しいとつぶやくのがいいんだ。魅力的なのは伝わったわ。にしても、本当に少年漫画の敵とは思えないストーリーね。敵にも大事な人がいる、というのが浮き彫りになるいい回なんだぜ。同時に、人面みたいに憎しみの対象になりつつも、人間が他の動物を食べるのと同じと言われて言い返せない気持ちを抱えるような、複雑な敵もいる。敵が魅力的な漫画は名作って、よく言われてることね。二つ目の魅力は、アキラの葛藤だ。主人公が葛藤する姿は、漫画の定番シチュエーションね。不動アキラは、デーモンでありながらも人間の心を持っているし、憑依はしたものの元々は人間だ。だよね。
だから考え方も人間寄りになるよね。だが、戦いの中でデイモンたちにもそれぞれ主義主張があることを知る。そして、人間側が絶対的に正義ではないということも察してくるんだ。そうなると、何のために戦うべきか、という葛藤が生まれそうね。人間は守る価値があるのか、というのは敵と同じ種族の主人公がよく陥りがちな葛藤だよな。今でこそよくあるけど、当時としては画期的だったのかな。葛藤が激しくなるきっかけとなる出来事があるんだが、それについては次で語るぜ。気になる。で、良いのは葛藤への決着のつけ方だ。そこが大事よね。葛藤の種となって心の中で対立しているのは、友情及び人間の業という悪魔側の道理と、自分は人間だから最後まで人間を守るのだという人間、不動明の道理なんだ。自分は悪魔か人間か、ってことなのね。読者としては割と人間ろくでもねえな、こいつら所詮ぜ、と悪魔側の気持ちになるんだが、明はそれでも俺は人間だ。最後まで人間を守ると言うんだ。読者が悪魔側に立つけど、アキラは最後まで人間側に立つというのは面白いわね。その、読者が悪魔側に立ってしまう仕掛けもまた巧妙なんだよな。とにかくエグいシーンを見せられた後に、この葛藤があるから。そうなんだね。だけど、それならどうして人間側に立つって決めたんだろう？アキラの中で人間の前世や、人間は弱いから守るべきだというのは確実に由来だ。前提が崩れたから守らなくてもいい、という感じになりそうなのにね。だけど、それでもアキラは人間の心を信じたんだ。アキラ、今は人間は仲間同士で殺し合って醜いけれど、それは全てサタンが仕組んだ契約だから、と自分を納得させる材料もあるしな。その上、人間こそ滅ぼすべき敵だと囁いてくるのはサタンだ。その事実が、アキラの中の疑問と重なって、結果的に人間側につく決心がついたってことなのね。しかし、それでは終わらないのがデビルマン。よ？一度醜くても人間側につくんだ、と決心したからこそ、葛藤はより尊いものになる。だが、それに関して語るのは今じゃないな。気になりすぎるんだけど。三つ目の魅力は、人間の業を丁寧に描くストーリーだ。人間の業？これはアキラの葛藤とも関係してそうね。不動アキラは、アスカ領に悪魔が人間を滅ぼそうとしてるから悪魔と合体して戦えと言われて、自身の正義感からデビルマンになった。そういう話だったよね。前半は魔王が送り込んでくるデイモンたちをデビルマンが倒すという話だ。その中でいろいろな敵が出てくるのよね。人面との戦いでは人間が他の動物を食らって生きているという、現在のようなものを見せつけられたと同時に、人間の気高い心も見えた。これも人間の業なのかな。食うために他の動物を殺すのは私は、自然の摂理だと思う。まあ、そうだよね。だけど人間が食われる側になった時、それを受け入れられないという業はあるだろうな。人間に食われる彼らも、食われるのを受け入れているわけではないのではないか、と思わされるわね。シレイヌとの戦いでは、悪魔にも気高い精神を持つ者がいることや大事なものがあることを知る。襲ってくる敵を倒すという大きな流れの中で、細かく人間の善性と人間の悪性、そして悪魔の悪性と善性とを書いているんだ。巧ね。そして後半、事件が起きる。魔王ゼノンが人間たちに大々的に宣戦布告をするんだ。これでデイモンたちの存在が広く知れ渡ったわね。その上、不動アキラがデビルマンであることが牧村家にバレてしまう。それはしんどいわね。しかも、それを仕組んだのは親友のアスカ領だった。は？アスカ領はなんと、ゼノンより高次の存在である大魔人サタンだったんだ。マジか。12枚の翼が生えた打天使サタンであるアスカ領。太古の時代に神がデイモンを滅ぼそうとすることにサタンが反発し、天使でありながらデイモンを守るために神と戦って勝利した過去がある。なるほど。アキラと似た構図になってるのね。ただ、本編では人間を滅ぼす立場になり、自分が敵対した神と似たような行いをしているのが皮肉だな。そして悪魔でありながら人間を守るアキラ、か。彼はアキラに自分の正体を告げる。その頃人間たちは疑心暗鬼になり、人間同士で争っていたんだ。人間は、同じ種同士で殺し合う変な生き物だからね。その醜さを目の当たりにさせて、人間にアキラを追わせることでサタンはアキラを勧誘しようとする。なるほど、そこで葛藤するわけか。そう、人間の善性と弱者であるという前提が揺らいだ瞬間だった。ただ、さっき語ったように俺は人間だ。最後まで人間を守ると、アスカ領の人間と戦おうという提案を拒否する。親友同士の決別か。親友の事実上の裏切りにもくじけることなく人間のために必死に戦うんだが、人間が人間を拷問にかけているのを見てしまう。うわぁきつい。
しかも拷問されていたのは、悪魔特捜隊に連れ去られた牧村夫妻だしな。マジか。そこでアキラは人間は獣以下だと考えるようになるんだ。せっかく決心したのに、もはやデーモンが手を下すまでもなく、人間は滅びるだろうなとアキラは確信する。じゃあ守る意味なんて。ただ、アキラには牧村美希という愛する存在がいるんだ。夫妻も虫の息になりながらアキラに子供たちを頼むと言い残していった。美希ってどういう子なの？ミキはすっごく気が強い女の子で、ドスを持って襲撃されても動じなかった。アキラが気が弱かった頃は見下していたが、アキラがデビルマンになって好戦的になった後は好意的に振る舞うことが多かったんだ。最初は好きじゃなかったけど、のパターンね。アキラが生物学的に人間ではなくデーモンだと知って驚愕するも、心は人間のアキラのままだと受け入れてくれる。めちゃくちゃいい子だ。自身の勝ち気な性格も相まって、彼女はアキラをかばおうとするんだよ。だが、悪魔に恐怖したボートたちによってデーモンをかくまっていた牧村家を襲撃された際、惨殺されて五体バラバラにされる。うわぁ、アキラはまだ守るべき人間、ミキがいると牧村家に急ぐ。そこでアキラが目にしたのは、ミキの生首を棒に刺して狂気乱舞する人間の姿だ。くるっとるんよ、完全に魔女狩りじゃん。デビルマンに変身しているアキラの姿を見た人間たちは、命乞いをする。ここで殺した連中に君たちの仲間はいなかったんだよ。みんな人間だったんだ。だから助けてくださいと。よりによって、今のこの状況でアキラにそのセリフはダメだ。これにアキラが怒るんだが、そのセリフがいいんだ。俺の体は悪魔になった。だが人間の心は失わなかった。貴様らは人間の体を持ちながら悪魔になったんだぞ。これが、俺が身を捨てて守ろうとした人間の正体か。地獄へ落ちろ人間ども。そりゃそうなるよ。そして火炎を吐き、その場にいた人間を皆殺しにする。その後幹を埋めてやるんだ。こんなんひどいわ。これでアキラの中で、人間は悪だという考えが決定的になってしまうんだ。人間によって、人間の味方でなくなるのか。だが、アキラはミキの心を汲んで、ミキのためだけに人間の味方をすると決める。激しい葛藤の末、人間の悪性に絶望し、人間は悪だけど愛する者のために戦うという結果になったのね。そして、デビルマンには裏のテーマがある。裏のテーマ？これも、劇マンで書かれていたことなんだがな。長い号は、蘇ったデーモン一族とデビルマンとの戦いを、未来に起こりうる世界戦争とそれに参加する未来の日本軍として捉えて、悲惨さを表現したかったらしいんだ。マジか。通りで人間の業を丁寧に書くわけだよな。戦争こそ、人間の業を見つめたようなものだもんね。そして継承として、デビルマンを書いたらしいぜ。なるほどな。四つ目の魅力は、ラストだ。ラストが魅力的な漫画は、名作。アキラが人間に失望しながらミキのためだけに悪魔と戦う決意をしてから20年以上後、戦いはデビルマン VS サタンになる。つまり、不動アキラ VS アスカリョウ、親友同士の戦いね。戦いの舞台は中国大陸。アスカリョウが集めたデーモン軍団と、不動アキラが集めたデビルマン軍団との全面戦争が始まった。まだ、人間側につくデビルマンも結構いるのね。このバトルが本当に熱いからぜひ読んでほしい。ただ熱いだけじゃなくて、根っこでは互いを思い合っている親友同士が、表面上の憎しみで戦い続けるというのが本当に切なくていいんだ。いつになく熱弁するわね。二人の戦いは本当に苛烈を極めていくが、デーモン側が優勢。そして、とうとうアスカリョウは不動アキラを殺めてしまう。マジか。主人公が負けちゃうのか。そこでアスカリョウは、やっと気づくんだ。かつて許せないと思った神と、自分が同じことをしていたことに。気づくのが遅すぎたわ。アスカリョウは不動アキラに懺悔し涙するも、アキラはすでに死んでいる。あまりにも救いがない。自分の過ちに気づき、愛するアキラをも殺してしまったアスカリョウは涙を流してうずくまる。その背後には、神の使いである天使の軍勢が降臨している。え、天使が？というところで、勘。まあ、実は未完らしいが。そうなの？ただ、結局直接の続きはなく、あれで完結って感じになってる。終わり方が石川県の漫画みたいなんだよな、逆なんだろうけども。ゲッターアークの終わり方みたいよね。ただ、この想像の余地のある終わり方で私は良いと思ってるぜ。確かに、デビルマンの物語は終わったわけだしね。五つ目の魅力は、苦難の末生み出された名作であることだ。お、裏話ね。劇漫で語られていたんだがな。実は、長井豪先生はデビルマンの企画段階ではもっとたくさんやりたいことがあったらしいんだ。そうなの？これでも結構詰め込まれているみたいに思うけど、
デビルマンは連載途中で最終回までの回数が決められてしまってな。それは長井豪先生が書きたいと思っていた話を全部やるには、あまりに短かったんだ。なるほど、余裕がないということね。物語の流れを優先させすぎれば主人公の活躍シーンを満足に書けない。活躍シーンを増やせば、物語が途中で終わってしまう。大きなジレンマね。結局、物語の完結を最優先にし、途中のシーンをひたすら削ぎ落としたんだ。なるほどね。その上、デビルマンに集中するため、他に抱えていた人気連載も自分で打ち切りにする。すごい覚悟だ。同時並行作品で唯一残ったのが、あのマジンガー Z だぜ。書きながらも、一種のトランス状態になって、こういう風にするつもりじゃなかったのになと首をかしげながら書いたらしい。キャラが勝手に動くってやつね。一部読者からは、何か薬でも決めてなきゃあんなの書けない、とまで言われたくらいだ。それはやばい。こうして苦難の末に削ぎ落としたからこそ、素敵な余白が生まれ、名作になったんだろうと私は思ってるぜ。最後に、アニメ版の魅力についても軽く触れておきたい。漫画ばっかりだったしね。アニメ版の魅力は、漫画版とは正反対だ。というと？王道にある、と私は思っているぜ。アニメ版のデビルマンは、とことん少年漫画らしい。デビルビームとかあるもんね。変身する時もデビルとか言うし、少年たちが真似したくなる要素が盛りだくさんだ。実際、デビルをやってたやつは結構いた。いたのか。良い子の浜口まさるは当時、俺はデビルマンやと思い込むまで二度ハマりしたらしいな。それはハマりすぎ。周りがデビルをやる中、浜口だけは俺がやったらほんまに変身してまうから、とやらなかったらしい。それは面白すぎる。作品展開もところどころにダーク要素はあるが、全体的に敵が襲ってきたから倒すと少年漫画。中盤はデーモンがターゲットをデビルマンから人間にシフトしていく。人間も狙われるのか。デビルマンは最初そこまで人間全体を思ってたわけじゃないんだ。まあ、心はデーモンだもんね。ただ、この頃にはミキちゃんはもちろん、牧村家や同級生たちも大事に思うようになっていてな。ああ、悪魔の心を持った人間が、人間を大事に思う。この展開でしか摂取できない栄養がある。わかる。そこも非常にいいんだよな。異様の存在がどんどん人間に近づいていき、人間が好きになる。ウルトラマンみたいな感じよね。そんなに人間が好きになったのか、ウルトラマンってな。そしてデビルマンの戦いが、降りかかる火の粉を払うだけから、人間界全体を守るための戦いにシフトするのが熱いんだ。これは激アツ。終盤はまたデーモンとデビルマンとの戦いになっていく。まあ、人間界を制覇するのに邪魔だもんね。人間を襲ってもデビルマンが助けに来る、というのが分かったしな。他にもデビルマンに恋をしてデーモンを裏切った女デーモンが、デビルマンをかばって死んだり切ないシーンが多いのも魅力だな。それ含めての王道ね。テレビアニメ版では王道を楽しみ、漫画版ではダークさを楽しめる。これがデビルマンの魅力だ。というわけで、長々とデビルマンの魅力について語ってきたぜ。漫画もアニメも、どっちも追ってみたくなったわ。ぜひそうしてくれ。個人的には、漫画版を読んだ後にアニメを見るのがおすすめだ。後味的にね。今調べてたら実写版もあるみたいなんだけど。ノーコメントだ。え、だって、あれは平成に生み出された特級呪物だ。触れてはならぬ。あ、はい。一つ言うと、実写版を見るなら深夜にお酒を飲んで期待せず、高校生の演劇でも見るような気持ちで見てやってくれ。そうするわ。というわけで、終わりにしよう。みんなはデビルマンに思い入れある？みんなの思い出語りが聞きたいぜ。チャンネル登録や評価もしてくれると、嬉しいわ。ご視聴ありがとうございました。